二種類のレイジードッグ弾。上は、構成、単造の初期型。下は、構成、旋盤加工の後期型。レイジードッグとは小型、無誘導の運動エネルギー弾である。通常は、全長 44mm、直径 13mm、重量は 20g。この兵器は、レッドドットボムやイエロードッグボムとも呼ばれた。この兵器は、 航空機から投下するよう設計されている。これらに、策略は充填されていないが、落とされた際に、多大な運動エネルギーを生み出し、姿勢を与え、ジャングルの上部や、数インチの砂僧、また軽意な装甲など、ソフトな遮蔽を容易に貫通できる。レイジードック弾は単純安価であり、一ースぎで大量に投下可能である。他の多くの兵器と同様、この兵器の効果は、 しばしば無差別で恐ろしいものだった。主に、レイジードッグ弾は、朝鮮戦争とベトナム戦争で用いられた、第一次世界大戦の航空投下用フレシェット弾おそらく、フランス軍のもの。レイジードッグ弾の戦区には、第一次世界大戦時の航空投下用フレシェット弾がある。レイジードッグのありふれた形状は、ほぼ同一の設計と外観を持った。 当社体から受け継いだもので、原型は1941年頃、第二次世界大戦初期に開発されている。朝鮮戦争やベトナム戦争の時代には、レイジードックのさらなる開発や試験が進み、1950年代から1960年代に投入された。この兵器はもともと空軍のアーマメントラボラトリーの計画によるもので、コードネームはレイジードックだった。 兵器開発には、デルコプロダクツコーポレーション、カイカイ、モールドダイワークス、ヘインズデザインドプロダクツ、そしてデートンにあるマスターバイブレーターカンパニーが参加していた。本計画の目的は自由落下する投射体、そしてこれらを散布するユニットの設計と試験だった。これらは爆撃機と戦闘機から使用するものだった。レイジードッグ対人ミサイルは、 標準的な空中炸裂爆弾の3倍の圧力で敵の兵員へと小型投射体を散布するよう設計されていた。高性能な航空機に搭載し投下するにあたり最も効率の良い形状がデザイン研究で示されており、アーマメントラボラトリーはフライトテストラボラトリーと協力していくつかの爆弾形状の風洞実験を行った。 1951年の後半から1952年の初期にかけ、フロリダ州のエグリン空軍基地に置かれた航空試験場で数種類の形状と寸法で作られた試作レイジードック弾が試験を受けた。テストベッドとして使われたイマイナス84が地上23メートルを速度時速740.8キロメートルで飛び、 ジープと B-24 爆撃機が標的となった。結果、1平方ヤードあたり8発が命中した。試験では、形状2と形状5が最も効率の良いものだった。形状5は、通常のレイジードックを改良したもので、50口径弾のエネルギーを持ち、袋詰めの砂 61cm を貫通できた。形状には 30cm の砂を貫通した。 至近距離で打ち出した45口径のスラグ弾の2倍ほどだった AD-5N スカイレーダーボナンバーワン32521レイジードックのディスペンサーを搭載1961年4月13日チャイナレイクアメリカ海軍の公式写真マーク44レイジードッククラスターアダプター形状に当社体は1952年中頃 実戦投入のため極東空軍に輸送された。FIF では直ちに1万6000機のレイジードック並走システムを発注した。アーマメントラボラトリーに配属されたヘイルチューサは日本で90日を費やしてレイジードックの現地生産を立ち上げ、またこの兵器を使うことになる搭乗員の訓練を実施した。レイジードック計画は1952年になっても続けられたが、 それは強固なサンプコンテナ特有の最適条件を決定することと MGM-1 またドールミサイルの炸裂弾頭をレイジードックを充填した弾頭で代用するという可能性を探るためだった。レイジードック計画は1950年代後半になっても継続されていた。レイジードック弾はほぼどんな種類の航空機からでも投下できる。これはバケツから撒いたり、 手で落としたり、紙製の小型輸送バッグで投げ、あるいはマーク44クラスターアダプターに充填する。単純なヒンジ付きの玉体内部に貯蔵箱が作り付けとなっており、投射体を保管できる。開放には機械式の遅延信管を用いる。このアダプター自体は、全長が約1 7 7 5トル直径が約3 6トルである。これは、 空のまま飛行機に搭載し、それから手で弾丸を充填する。どの程度の数の弾を詰めるかにもよるが、積載重量は約 254kg から約 283kg の間で変化し、理論上、弾丸の最大充填数は17,500発である。どうやって空中投下されたかを問わず、落ちるにつれて、く。 レイジードック弾は多量の運動エネルギーを発生させ、地面に当たると、ほぼあらゆる素材に新徹する。いくつかの書類では、これらの激速はしばしば時速 321.8km をコすと述べている。レイジードック弾の派生型が無反動砲用として開発された。しかし、無反動砲の代わりとして、別種のフレシェット弾が問題解決に使われたため、開発は中断となった。 ありがとうございます。